池内オーガニックは愛媛県今治市に本社を置くタオルメーカー。グリーン電力を活用し製造されている風で折るタオルというブランドタオルで知られている。もともとはトン屋などから注文を受け、タオルハンカチの OEM 生産を主力とするタオルメーカーだった。しかし、取引先のトン屋が倒産し売りかけ金等が焦げつき、経営が悪化し2003年に、 民事再生法の適用を申請した。民事再生法を申請後は、OEM 路線から脱却し、自社ブランドタオルを核とした、事業展開を行い2007年には、民事再生手続きを終了している。自社ブランドタオル、イクトは、2002年に、アメリカの売物品評会、ニューヨークホームテキスタイル賞2002年スプリングで、最優秀賞を受賞しており、当時の首相であった、 小泉純一郎が工場を視察し2003年の施政方針演説では社名は出されなかったものの紹介され話題となった2002年からクリーン電力認証制度を活用して社内の電力100%を風力発電で補っており同社のタオルは風で折るタオルというブランド名で呼ばれているまたオーガニックコットンの活用や地元タオルメーカー7社で 高度な排水処理設備を導入するなど、環境配慮の姿勢が評価されている。ありがとうございます。